これなんですけど、はい皆さんどうも、ルータンこと桜庭瑠璃です。始まりました桜庭瑠璃チャンネル。今回もご視聴いただきありがとうございます。よかったら最後まで見てってください。今回の動画はですね、ルータンキャッチャー部景品紹介になります。今回はたくさんあるんですよ。たくさん撮ってきたので、なので2回に分けてご紹介していきたいなと思います。なのでそのルータンキャッチャー部の景品紹介のパート1でいきたいと思います。はい、では早速紹介していきますね。まず1つ目、こちら、じゃーん。これ作るわけなく何があるんだかわからない。これがスヌーピーのなんていうの、ランドリーボックスじゃないけど、そういうようなね、大きいボックスっていうかすごい新品、すごい新品の匂いする。はい、こんな感じなんですけど、スヌーピーの布なんだけどちょっと固めのボックスです。でショールームを毎日配信してるんですけど、いろんなね、こういうタコだったりとか花束だったりとかギフトをいただいた時に使う小物があるんですけど、段ボール、今まで使ってた段ボールがもうなくなっちゃってで散乱してる状態なんです、部屋にこういう小物たちが。なのでそういう小物をこのスヌーピーのバッグに全部入れてまとめたいなって思って、全部入れるとね、こんな感じですっぽりね、いろいろ入るので、それをカメラの脇に常備して今後使っていきたいと思います。はい、はい、そして2つ目、じゃーん、ポテトスティックスコンソメ味パーティーパック30本入り。多分、まあ、ミスターポテトヘッドのやつですね。ミスターポテトヘッドとミセスポテトヘッドの30本入りのうまい棒みたいなやつ。これがじゃーん、なんと2つも。ちなみにこれ1回目100円で取れたんですよ。めちゃくちゃお得で、2つ目もね、まあ、300円ぐらいで取れたから、そう、この60本計60本が400円で取れました。わーい。そしてなんとじゃん、こちらぐでたまゴールデンパック卵かけご飯風、卵かけご飯味風の40本入り。これも200円ぐらいで取れました。この同じシリーズなんですけど、そう、スナックだらけ。ちょっと気になりますよね。コンソメ味はさ、絶対外れないじゃん。コンソメ味って何にしても美味しいと思うんですけど、この TKG 味そうでちょっと気になるなーって思って、はい、この TKG 味もまた私の別の動画で商品紹介としてご紹介できたらなーなんて思ってます。はい、そして次がラストなんですけど、こちらだーん、見覚えありませんか皆さん。見覚えっていうか、あ、そう、ちょっと似たような感じなんですけど、トカゲすみっこブラシのめちゃくちゃ可愛い、見えるかな、見えない、これなんですけど、以前もね撮ったんですよ。こうやって前からかけられるトカゲを。けど今回ちょっと違う、薄くなった展開で、あとは手触りめちゃくちゃいいんですけど、ここ頭のとこが開いてなんか入れられるよってやつ。まあ普段はまた使えないけど、そう、これも一緒に飾ろうと思って。すみっこぐらしね、やっぱこのトカゲかわいい。最近私気づいたんですけど、この口に弱い。このシナモンもそうだし、このすみっこぐらしのトカゲもこの口だし、あとポケモンで最近ヤドンがすごいかわいいなって思うんですけど、ヤドンも気づいたらこの口してた。可愛いなって思います。はい、なのでこれね、お部屋に飾りたいと思います。はい、そんな感じで今日はねたくさん取ってきました。さっき紹介したこのスヌーピーのバッグとコンソメスティックポテトスティックが2つに、ぐでたまの TKG 味風が40個入りのやつと、あとこちらすみっこ返しの高毛ちゃんでした。という感じで今回はねたくさん撮ったので、また次の動画でもパート2をご紹介したいと思いますので、よかったら見てください。はい、ということで今回の動画はここで終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。是非ねグッドボタンだったりチャンネル登録コメントもしてくださると嬉しいです。お待ちしてます。ショールームと Twitter もやってるので、よかったらそちらの方もフォローしてください。ということで以上、ルータンこと桜庭瑠璃でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。